数をデッサンしてみよう。紙に中心線を描きます。鉛筆で縦横の比率を測ります。横1、縦 2.1 の比率で描きます。グラスの楕円を描きます。中心線上を中心にして直径を決めます。グラスの底を同じ幅で取ります。グラスの口の楕円よりグラスの底の楕円の方が丸くなるようになります。表面、底の面の楕円を描きます。グラスの模様を描きます。水の表面や中に形が歪みますが、模様を見えるように描きます。水の表面に映るものも描きます。グラスの両端の映り込みも描きます。縦にハッチングをしていきます。グラスの形に合わせて丸くハッチングします。H で縦に直線を描いていきます。
側も縦に直線を描きます。H で両端から横向きに丸くハッチングしていきます。反対側も横向きに丸くハッチングしていきます。下側が暗くなるようにします。模様や形に合わせて影を HB、B で塗ります。大まかに影を塗ったら細かく塗っていきます。グラスの底と地面の間の影を一番暗く塗ります。ライトや日の光の反射を消しゴムで消して描きます。水の表面にも光が反射しているので明るくします。左上から光が当たっているのでグラスの右側が暗くなるように塗ります。